初めまして、糸と裕二を2つ並べて糸と申します。今日歌わせていただいたこの曲は禁断のパンセという昔の曲だったんですけれども、今日も戦隊の曲を持ってこようといきなりその話って感じなんですけれども、ちょっと恐竜じゃはしばらく最近歌いすぎていたので、新しいのを歌おうと思ったんですけど、これですね、歌おうと思ったんですけど、ちょっと今練習中なので、また、その戦隊知らない人にもちょっと申し訳ないのですけど、サムネ戦隊真剣者を歌おうと思っていて、よかったら一緒に楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
出るんですけど、一生懸命集中して歌ってるんですけど、真剣じゃがちょろちょろするんで、あと思いちょっと一人で興奮してしまいました。で、次に歌わせていただく曲が、ちょっと古い曲なので、知ってる人がいるかいないか微妙かもしれないんですけど、ロボットが好きな方がいたら知ってもらえてたらなと思うんですけど、雷神王を歌おうと思っていまして、知ってる方いますかね。こんな曲があると思って聴いていただけたら嬉しいです。ちょうどこの間の松本梨香さんのトークショーに行ってきて、でその時に、そうそれです、それです。行ってきました。めっちゃ行ってきましたよそうなんです。松本梨香さんね、ちょうどその時ライブ告知みたいな感じでいろいろ告知されていて、でその時にね、初めて主人公をやったのがこの雷神王でって言ってはって、その時からずっと聴いてたんやと思うと、すごいなんか深いなって、ちょっとサトシじゃなかったみたいなちょっと嬉しい気持ちになります。またよかったらこんな曲もあるんだなって聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。